ラファエル・エドガル・ドゥダメル・オチョアは、ベネズエラ・ララ州、バルキシュメト出身の元同国代表サッカー選手。現サッカー指導者。1989年に16歳で、プロデビュー。当時南米最弱と国評されていた、ベネズエラのサッカー界においては、1990年代、後半にデビューしたフアン・アランゴと並んで数少ない、ワールドクラスの選手として活躍。 コロンビアやアルゼンチンでもプレーし、GK ながらフリーキックやコーナーキックも任された。デボルティー・ボカリ在籍時代にはコパリベルタドーレス準優勝も経験している。2005年には南アフリカでもプレー。2008年までプレーした後引退した。1993年にベネズエラ代表に招集され、ジルベルト・アンヘルッチとポジションを争った。 1996年10月の 1998FIFA ワールドカップ南米予選のアルゼンチン戦ではフリーキックからゴールも決めた。2010年からベネズエラプリメイラディビションのチームの監督やユース世代の代表監督を務め2016年4月に 2018FIFA ワールドカップ南米予選で1分5敗と出遅れ解任されたノエル・サンビセンテの後任として ベネズエラ代表の監督に就任。2016年6月のコパアメリカセンテナリオでは、同国代表を決勝トーナメントに導いた。さらに 2017FIFAU-20 ワールドカップでは、これまでの FIFA フフ主催の国際大会における、ベネズエラ代表の最高順位となる準優勝に導き、コパアメリカ2019でも決勝トーナメントに進出。 同国代表監督として最多小監督となった。2020年1月2日、ベネズエラサッカー連盟との関係悪化と、同国大統領、ニコラス・マドゥロラ政府関係者からの政治介入に嫌気が差した形で、ベネズエラ代表監督を辞任し、ブラジルのアトレチコ・ミネイロの監督に就任。しかし、コパス・ダメリカーナなどで結果を残せず、3月1日に2ヶ月、あまりで解任。 ちなみに、公認は、ドゥダメル辞任後の公認としてベネズエラ代表監督の候補に上がっていたホルヘ・サンパオリだった。ありがとうございます。